皆さん、こんにちは。コロナ禍いかがお過ごしでしょうか。え、何もやることない？じゃあギターでも弾いてみませんか。ブルースギターはかっこええよ。自分は19歳の時、初めてこのピーバインから出たこのアルバムに出会ってミシシッピブルースにどっぷりハマりました。他のテキサスブルースの巨人、ブライアン・レモン・ジェファーソンやライトニー・ホプキンス、ほんでロバート・ジョンソンたちはなぜか最初は取り付けにくかったんですよ。で、このアルバムは3人の強烈な個性を持ったブルースマン、チャーリー・パットン、サンハウス、ウィリー・ブラウンといったデルタ・ブルースの初期のつわものが登場します。当時はサンハウスとウィリー・ブラウンに惹かれ、コピーしまくってました。ギターの、オープン G キーで。でもね、やっぱり40過ぎてくるとやっぱり今一番しっくりくるし好きなのはチャーリー・パットンですわ。このミシシッピ・ボーウィブル・ブルース、最初聴いた時はゾクゾクしたのを覚えてます。それでは行ってみます。